こんにちは。今日はね、飛行機であるところに行きたいと思います。あるところ、どこですか、はい、どこだと思います。北海道とか。飛行機って言ったら海外でしょ。ねえ、はい、和歌山。和歌山行きたいと思います。めちゃめちゃ国内ですけど。はい、合宿行きます。なるほど、はい、ラグビー合宿。和歌山行って、はい、パンダとかイルカとか見て、はい、なるほど、まあ、彼らの動きをね、野生的なラグビーに取り入れたらなと思って、ちょっと勉強しに、アドベンチャーワールドに行ってます。はいはい。イルカといえばもうこれですね。レッドドルフィン。要はアドベンチャーワールドで赤いイルカが、まあ、しっかり仕事してんのかな。イルカショーでそこをちょっと検証していきたいと。わかりました。だからまた着いたらまた、あるいはとりあえず行きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、今なんとか機内に潜入できました。はい、まあ見ての通り、ファーストクラスでしっかりすごいゆったりしてる席ですけど、今回合宿でカメラマン務めてもらうリー・ジュンヤ君にちょっと挨拶だけ。皆さんこんにちは、リー・ジュンヤです。知る人ぞ知る僕なんですけども、しっかり武さんのサポートさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、今回ね、ジュンヤ君はやっぱ俺の良さを引き出せるんちゃうかなと思って、今回カメラマンに起用しました。合宿楽しみにしてください。じゃあアドベンチャーワールド着いたらまたまた動画回すんで、それではまた。着きましたね、アドベンチャーワールドに。見てください、この大自然。ラグビーの合宿の方に、はい、ここ和歌山串本町、うん、初めてやってきました。はい、1週間いい合宿できるように、本業のラグビーの方も頑張っていくんで、ぜひ飽きずに見てください。おはようございます。今からグラウンドの方に潜入したいと思います。あっ、めちゃめちゃそっとさ、寒っ。これやばいな。いや、暗いっすね、普通に。てこれ、久々の朝練や。ギリ映ってますけど。はい、ちょっとね、まあグランドはその目の前で、はい、そこはですね、そうですね、映ってる。いや、映ってます。そこ心配ないんですけど、6時半から練習ということで、ちょっとね、合宿ならではのこの朝練。でもいいものにしていきたいですね。そうです、せっかくやし、はい。まあ、今日は朝一発目のメニュー、どんなんでしたっけ。まあまあな、まあまあな強度のコンタクト練習ということで。ちょっとね、目覚めるやろうけど、ビーガーさん映ります。昨日のいや、全然映りますけど、昨日の光景とはまあ一変してますね。いや、まあちょっと練習中とかは映されへんけど、まあこうやってちょっとグラウンドまで の道のりをちょっと、はい、収めていこうかなと。特に今日は5時半、うん、起きの6時でなんで ね。まあでももうバナナもいいので、準備万端なんで、前に進む。もうな、まあやっぱ意識高いやつらはもう走ってますってことで、まあちょっと、まあ、ショートタイムですけど練習頑張ってきます。ではまた。お疲れ様です。やったね。今日はやったね。汗が滴り落ちてます。いや、もう朝どうやった。やった、先輩の田辺さんです。朝からやったわ。いや、リハビリや。一瞬激しかったな、今日朝から。いやー、6時半からの練習と思えなかったですね。でも気持ちいいな。そうやな、うん、なんか絵は夕日に向かっていけそうやな。いや、朝いいや。朝いいや。ナイス。今のこれで、今のこれで。いや、あかんねん。だから、まあでもね、いい朝のスタートを迎えたかなっていう感じです。
お疲れさまでした。お疲れさまでした。頑張れ。お疲れ様です。いや疲れたね。疲れました。やっと、初日の、3ブレンが終わりました。終わりましたね。朝、午前、午後、今その3ブレンの、疲れを癒しに行きたいと思います。はい、みんな大好きなご飯ですよ。たけさん、ちなみに、手に持たれてるもんですよね、何ですか？あ、これ、鍵。あ、そっちじゃなくて、あ、こっち、はい、3回分の練習着のランドリーに、なるほどなるほど、ちょっと洗濯を出して、はい、で、まあ食事会場、はい、さんの洗濯物は絶対ええ匂いします。いや今だいぶ仕上がってんだよ。もう多分もう無視しか言ってけへん。、まあ、とりあえずじゃあ飯の会場で、はい、こんな感じですね、取っていく感じで、で、あと手袋をね、して徹底しております、コロナ対策。はい、なんかすいません、アクリル板越しに撮るの申し訳徹底してるけどな。まあ晩飯こんな感じです。あ、ちょっと指は恥ずかしいか、トマトいるな、指は。いやいや輝いてますよ。もうすぐこれなくなるから早くなくなってほしい。まあそんなん置いといて、バランスよく取ってるつもりではあるんですけど、うん、どうでしょう。まあこれが合宿の晩ご飯です。はい、おい、何、失礼します、寝さして。たけさん、何時は思ってんだ。何、何、何撮り、部屋紹介です、たけさん。まあ綺麗ですけどね、入った瞬間このクローゼットがすごく綺麗に、まあ、あんま撮んなんも恥ずかしい。すいません、あ、早速なめるやんけ。まあ、まあまあ飛ぶやん。めちゃくちゃ机の上綺麗に並べられてるんですね。まあなんてやろ、使ったらそこに戻すっていうだけやけど。なるほど。ああ、いやー、たけさんの部屋、失礼します、すいません。もう、明日もう5時半起きやで、もう。だから、なんで座ってんの？あ、すいません。おう、あの、もう帰って。あまりに居心地が良かったんで、明日から練習頑張りましょう。おやすみなさい。早速させてしまいました。